白アリの巣は、三島幸夫の戯曲。三島にとって、初めて成功した山脈物の長編戯曲で、この作品により、三島の劇作家としての地方が築かれた。ブラジルで、コーヒー農園を経営する夫婦と、その使用人夫婦の間の複雑に絡み合う奇妙な貫通関係のドラマを描いた作品。三島が、初の世界一周旅行で、ブラジルのリンスを訪れた際に滞在した。 タラマトシヒコの農園で白アリノスを見たことが白アリノス創作のヒントとなった。1955年文芸雑誌文芸9月号に掲載された。同年10月29日に劇団青年座により俳優座劇場で初上演され第2回岸田演劇賞を受賞した。単行本は翌年の1956年1月25日に 新庁舎より観光された。文庫版は近年まで新庁文庫、熱帯樹に収録されていたが、現在では絶版となっている。中年のカリや吉郎と太古の夫婦は、ブラジル・サンパウロ郊外のリンスで、コーヒー農園を経営している。夫婦は、日本の名門の家柄であったが、戦後財産がなくなり、ブラジル移民のカリア家の老美傍人の席に、夫婦養子に入り、 コーヒー農園を引き継いだのだった。カリア邸には、使用人の運転手、27歳の百島健治とその、ニーズまで20歳の稽古、農園支配人の60歳の大杉康之助、女中、絹が住み込みで働いていた。カリアの妻で30歳のタ子と、百島は1年前、心中未遂をしていたが、カリアは寛大な対処で百島をそのまま運転手として、使っていた。カリアは、 地域の人々や農園の労働者からも穏やかで寛大な人物として尊敬されていた。使用人とも一緒のテーブルで同じ食事をする民主的な演手であった。100頭の新妻、稽子は夫が刈谷夫人と真珠未遂事件を起こしたことを承知で100頭と結婚していた。しかしある時、夫と同じ首筋の傷を風呂上がりの太鼓の首にありありと見てから、 はっきりと嫉妬に苦しめられ始める。稽古はいっそのこともっとギリギリまで行ってしまえば帰って気が休まると思い、夫と太鼓がもう一度心中事件を起こしてカリアの怒りを買い、この屋敷から自分たちが追い出されて夫と太鼓が引き離された方がいいと計画を巡らした。そしてそのことをカリアに相談するがカリアは100頭と妻が 再び真珠をくわがてる可能性はないという。稽古は二人の邪魔をしているのは、カリアのその寛大さだと言い,い、旦那様が屋敷を長期間留守にすれば、何もかも真っ裸のあらわになると言った。カリアは少し興味を覚え、稽古の提案に乗ることにし、しばらく、リオデジャネーロまで旅行をすることにした。生きたカバネのように暮らしているタイコは、夫の罠だと思い、留守中も、 カリアの寛大さの呪縛の中にいた。しかし支配人の大杉からリオでカリアに女ができたという噂話を聞き、太エは百頭に接近する。しかし百頭はあまり取り合わず、たわむれに接吻しただけで何も起こらなかった。若妻の稽古は、こんな小娘みたいな私の目を盗んで、たったそれだけと夫を挑発し口喧嘩をする。その時、 大杉が慌てた様子で、トウモロコシの倉庫に、白アリの大群が押し寄せてきたと知らせに来て、百頭は、白アリ大治に飛んで行った。稽古から至急戻ってくるように電報を受けたカリアが、帰ってきた。稽古は、私が待っていたものが、え、空ごとだったとわかりましたの、と言い、この屋敷を一人で出て行くと言った。カリアは、そんなことはさせないと稽古を慰め、髪や胸を投げ始めた。 そして、刈谷は、百頭と太鼓が、真珠未遂を図った納屋へ稽古を誘い、二人が死に損なった、あの場所で、我々の結婚式を挙げようと一緒に、納屋へ入っていった。納屋に入っていった刈谷と稽古を見た大杉は、白有大事を終えて妻を探す百頭に、あなたには見る権利があります。あなたは、と言い、納屋を示すが、百頭はそこへは行かずに室内に帰った。 大杉は、どうして行かないんです。そう聞くのも野暮だが、どうして追って行って、あの人たちを殴り倒すわけに行かないんです。そう聞くのも野暮ですがねと言い、私がいては邪魔だろうと100頭を一人にしてやったが、100頭は、実質のベッドへ帰った。狩野と稽古が、納屋に行くのを3階の窓から、妙子も見ていた。妙子も100頭がピストルを持って納屋へ駆け出す姿を、期待していた。 百島は、私が苦しんだら、旦那様の思う壺ですと太子に言い、自分に、旦那様の寛大さが伝染した、人を許すことはこんなに楽なことだったのか、そしてこんなに人間を無力にするものなのか、と言い出した。太子は、そんな考え方をすると、カリアになってしまうと百島に言い、また二人で侵入しようと提案した。百島は稽古から、死ねるものならもう一度死んでみろ。 死の恐怖を一度味わった人は、二度と自殺なんかできないものだと、先日言われたことを思い出し、稽古の花を明かしてやろうと、朝早く、太子と自動車で、望みが淵の断崖へ飛び込みに向かった。稽古は、自動車の爆音で目が覚めた。広間の卓上にあった二人の衣装を見て狂乱する。稽古を落ち着かせようと、寛大になるんだ、許してやるんだと刈谷は悟した。は、 あなたは人殺しだ。あなたの寛大さが二人を殺したんだ。あなたは偽善者だと、カリアを罵倒する。しかしそんな稽古にカリアは、怒っている。お前は、ブラジルの太陽だ。生きているお前と、新規一転、子供をたくさん作って、新しい、生きた生活をしようと、稽古に結婚を申し込む。そして、実は、妻が以前から何度も、別の男と心中ミスし。 その都度許しているうちに自分の苦しみが麻痺してしまったことを告げた。稽古は怒りを沈め、カリの話を聞いているうちに自分が新しいカリアコーヒー農園の女主人、女王アリになることを夢見て、朝食の時にはもうカリを夫のようにあなたと呼んだ。外から自動車が戻ってくる音がしてきた。稽古は反響乱になりながらカリに 今度こそ許してはいけないわ、どこへでも行ってしまえ、というのよと、二人を追い出すように命令した。早く、早くとせき立てられるカリアは、とてもそんなことはできそうもないと、おどおどする。高まる車の音に稽古は、怖い、怖い、死人たちが生き返る、シロありが帰ってくると怯えた。カリアは、とてもそんなことが、と、つぶやきながら立ちすくむ。 白アリ巣は三島が書いた初の長編戯曲であるが、総じて高い評価がなされている。福田ツネアリは、三島氏の小説と同じ水準に達した作品と、高評価をし、北原武雄も、三島君はこの作品で、初めて戯曲を書いたと思うんですと述べている。吉田忠史氏は、小説に劣らぬ、豪華なモラルの開花を見せてくれたと評し、ヘンリー・スコット・ストークスは、 この作で3等の劇作家としての地位は確立されたとしている。小木久保康之は、白アリノとは、安直な人道主義や、世俗的美徳に蝕まれて真に、人間的なものを喪失した状態の象徴であり、やがてその後、世人が築く、戦後民主主義がもたらした精神的大敗や、マルクーゼの、いわゆる寛用的抑圧の象徴でもあるとし、戦後10年という曲がり角における、 反時代的考察がなされている作品だと解説している。越智智子は、小木久の論を訓練し、白蟻の巣とは、日本の国の象徴であり、戦後10年にして、白蟻の巣を見てしまったところに、予見者三島の悲劇があると解説している。佐藤秀明は、寛容な狩りや吉郎の内実の無気力と倦怠感を、執筆当時の三島の空虚感に、 裏打ちされたものとし、それは、京子の家の京子が担う、空虚な中心を形成する役割に通じ、贅沢な社交場の京子の家が、実は敗戦後の廃墟に通じているのと、同様、刈谷邸の食堂もそうだと考察している。山中正樹は、佐藤の論を敷衍し、三島が太陽と鉄の中で、自身の言葉に蝕まれた肉体を、 白ありに蝕まれた白木の柱に例えて自身の言葉と特攻隊の美しい衣装を対比させていることを鑑みて三島の様々な作品の言葉と肉体認識と行為という根本問題に関連した主題として論及することも可能だと考察している。また作中で狩矢お郎が生けるかばね、百島賢治が古い死んだネズミなど 稽古以外の人物はすでに死人と表現されていることに参悔することができずに生き残った三島の絶望と幻滅が監視できるとし、仮屋夫婦が渇望しつつも拒否されている太陽と大地の意味も三島が自分の小説はソラリスムというか太陽崇拝というのが主人公の行動を決定する太陽崇拝は母でありアマテラス大臣である。 そこへ向かって、いつも最後に飛んでいくのですが、従って、それをそそのかすのは、いつも母的なものなんですと語っていたことから、三島が終生求め続けていたものは、何だったのか、シロアリノスとは何なのかを含め、三島が敗戦から自決に至る過程において、シロアリノスの位置づけを考察する方法もあると、山中は解説している。ありがとうございます。